今回は青物は青物でも油の乗った青物が釣りたい釣り YouTuber の一日を紹介します。最近は雨の日も風の日も健やかなる日も青物を釣りに通っているのですが、なかなかに苦戦しています。打率で言うと2割ぐらい、野球選手で例えたいのですが、話題の選手しか知らないので確定するのはやめておきます。これは以前の動画で釣ったブリをさばいた時の様子なのですが、見てもらうとわかるように油の乗りは散々の様子。実際に食べてみると、リブハマチの方がうまいわ。変年物に対して絶対に言ってはいけないコメント。人間界と魚界ではデリカシー配慮の方向性が真逆なのです。今回は何としても油の乗ったブリが食べたいということで、今日も元気にジャーキング。1回目のバイトは後から入ってきた人に挨拶をしていると、ちょうど振り返った時に間の悪いお出まし。そのせいで見返すのも恥ずかしいほどの腹筋グ。そしてしっかりとバラしていきますが、なんだか楽しそうです。2回目のバイトは冷静に追い合わせができましたが、今度は画面外でのフックアウト。どうせなら画面内でバラしてほしいものです。そして3回目のバイトではしっかりと腹筋グが決まったようで、なんとか無事に79センチをキャッチすることができました。